はい、えー、今回は、えー、スイングでこうトップでなんだろう。大きな間大きな懐ってよく言うと思うんだけども、大きな懐ってやっぱその大きな力を生むには大事なとこだよね。はい、その後まあね。なかなかその試合行くとさ。それがちっちゃくなって難しくなるよね。縮こまってくる。早くなってくるとかない。あります。あるよね。そんな時にね。あの、本当にもうそうなってしまった時に。 何回か年間で練習する時あると思うんだけどもこのゴルフボールってすごいちっちゃいじゃん、はい、だからなんかこうボールにしがみついちゃうねみんなやっぱり調子が悪くなればなるほどこうもう曲げたくないっていうのがすごくこうボールにしがみつきすぎて本当にこう大きなトップポジションが作れなくなる大きな懐が作れなくなる大きな間を生むことができないっていう時にやる練習ですけどもまずこれはまああのゴムボールですけども。 サッカーボールとかねあの構えてもいいと思うんですけどもそういった時にお願いしますこのボールをしっかり打とうとした時のトップってどういうい感じかな,なんか怖ばらず、うん、しっかり大きく上げようとするよね、はい、ボールがが大ききいから自信を持って上げるることができるよね、はい、だからやっぱ調子が悪い人とか本当はそ,のそういう機会があったり場所があったとしたら。 ちょっと大きなボールを打つとかねいうふうにするとスイングってどんどん良くなるはずなんだけどもボールがちっちゃいからどんどんこうボールに入り込んでいくから、はい、これでもっともっとあの大きな懐大きな間を取る時っていうのはこういったこういうのもで練習するよね。ははははいいいいこここれれ、はい、れでで、はい、を本当に打とうととうすると、はい 構えから大きく立つ、はい、構えが大きくなるよね、はい、ゴルフボールの時はゴルフボールの時はちょっと小さく丸まるようななりやすいんだけども、はい、大きなボールの時は大きな構えに自然となるとと、はい、いうことは大きなボールを打っている時のような立ち方がやっぱり自分の中の理想だね、はい、じゃあちょっと立ってみて実際大きなボールを打つ時のトップは 大きく捻転するしこの辺の懐ほんでこうやっぱりボールが大きいから間をしっかりと取りたくなるよねボールからこのグッと引き込む動作どうしてもちっちゃいボールだとこういう感じになりやすいけども大きなボールをイメージするとこれを叩くためにはちょっと自分がなんだろう後ろお尻の方にどういう感じかなかかと体重でしっかりお尻の方に体重がなるほど、はい、右のお尻ちょっと若干後ろめに、はい、悪い時は。 悪い時はこう前で小さくなって足にしっかり乗れて、うん、なんかそれじゃ全然こう捻転されてる感じもないしね、はい、なるほど大きなパワー出せそうにないんだけどもそういったこう意識とかイメージだけでも、えー、トップポジションっていうのは変わるよね。だかかからこの練習のの時になかななか大きくぐーっとひねれいい人っていうのは なこれがなくてもこれぐらいのボールを叩くイメージを持つことによってうっとひ入りするこういったイメージ意識を持つことが大事だと思います。ね。はい、だから、まあ、あの大きなものを叩くときにはそんなにみんなプレッシャーをかけてあのスイングをしないわけだから大きなボールはね絶対誰もが当たる自信があるじゃん。はい、だから余裕を持ってやっ,やってくるのが本当はいいスイングだということね。そういうスイングの中で ゴルフボールを捉えていけると大きなまあ大きな懐が生まれていいスイングができてくると思いますので、えー、ぜひこばりすぎずにやってみてくださいはい、えー、皆さん一年間二十二回にわたりレッスンをしてきましたこのレッスンは本当にあの普段私たちが練習しているようにシンプルにゴルフを考えるために私は説明してきたつもりです。 この題の通り、真実はシンプル、えー。ぜひゴルフをシンプルにシンプルに考えるように皆、えー、さんも取り組んでいってください。ぜひ皆さんも試してみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。